はい、どうも、ジャイです。キャノン FL レンズですね。FL、FD に、FD になる前の FL です。キャップが1個ついてます。FD を NEX、ソニー NEX ですね。NEX にするアダプターです。こっちのオンオフっていうのは、オンにすると、ですね。オンにすると自動絞りではなくてマニュアル絞りになるようです。このようにですね。でこれをオフにすると絞りは自動絞りになるみたいで動かないですね。本来は A と M で切り替えるみたいですけども、これは関係ないみたいです。アダプターの場合は、それでですね、これで動かしています。このピンを。ですので、取り付ける際は、これスピゴットですね。これを回すと、こう抜けますが、この位置をオフにした位置か、オフにして付ければ、このピンのこっち側に来るので、ピン動かせます。これをオンの状態で取り付けますと、ピンの向こう側に行ってしまうので操作効かなくなります。のでこっち側にしてオフ側にしてつければこれですね、ピンがこのように操作できます。スピゴットですのでこう押さえつけて、あとはこれで締めますね。これでいいですね。まあレンズ外観ちょっと多少使用感ありますが、まあまあですね。これ FL の55の 1.2 です。まあ、まずといったところだと思いますが、まあもちろん多少ホコリとか汚れはありますが、まあ抜けはいいので実用には問題ないと思います。このレンズ非常に面白いと思います。ポートレートなんか撮るにもいいと思いますね。それ次が、まあ、これよくある50の14ですね。標準です。これはまあちょっとホコリっぽい感じですね。まあ、これも抜けてますので、使う分にはいいと思います。まあ、多少擦れなどもあります。こちらが広角 28mm、フィルターがついてますね。これはまあまあ綺麗な感じですけど、まあペンライトとかで見れば汚れもあるでしょうが、まあ、使う分には問題ないレベルだと思います。まあ、この50の14と 28mm の3半、こちらはまあおまけ扱いですけども、一応レンズ3本セットですね。アダプター遊びにはいいと思います。特にこの FL の1、2は面白いと思いますよ。結構いいですね。ただ、すごいシャープな球ではありませんので、まあ、お遊び用だと思ってください。